どうも皆さんこんこにちは、です今回ですねあのやはり皆さんジャイヒーとかね使っていると思うんですけれどもあのですねウォールブレイカー、まあ、まあまだレベル4なんですけど以前ですねあの、ジャイアントがまあ以前のアップデートでジャイアントまあそのモンスターのユニットの AI がですね変更されたという動画を出したんですけれどもあの、動画じゃなくてその変更されたんですよ。 ででジャイヒートが超強くなったったてて言われてるんですよ前まではジャイアントがなんかいろんな壁を壊して効率が悪いっていうのがあってまあそのアップデートで,ですね一つの壁をジャイアント全員が一つの壁を壊すっていうねアップデートになったんですよですけどもウォールブレイカーウォールブレイカーがですねちょっとその件についてちょっと劣化劣化してしまったというですねことがありましたのでちょっと紹介していきたいと思います こちらをご覧いただきたいんですけれどもえー、っとですねこの画像なんですけれども、まあ、見てもらえば分かるんですけれどもジャイアントが、えー、まあ3体ここに出されております3体出されてるのはすごいいいと思うんですよでですけどねこれアップデート前の画像なんですけれどもジャイアントここに出したジャイアントはこの壁を破壊しに行くそしてこちらに出した、ね、従来のアップデート前でしたらジャイアントここに出したらここの壁を破壊しに行く。 行こうとしていたんですよですけれどもアップデートされてからここにばらけて3体出した場合でもねこのこの、えー、壁を破壊しに3体が向かうんですよこうねそこで違うんです。従来でしたら、えー、ジャイアントここに出してウォールブレイカーをここら辺から出すとウォールブレイカーは。 このね、ちょうどつなぎ目の部分の壁を壊すことができるのでジャイアントが両,両方の壁に侵入することができたんですしかしながらアップデートによって変 AI が変更されてしまったのでジャイアントがここの壁を攻撃しに行こうとするとしている時にウォールブレイカーを出した際にウォールブレイカーまでもがここの壁を攻撃してしまうというちょっとデメリットというか、まあ、ちょっとねデメリットが発生してしまったんですねまあそれはちょっと ちょっとね、ジャイヒー、も本当も前回のアップデートでもうジャイヒー最強だと思ってたんですけども、もうちょっとこういうそのウォールブレイカーの使い方がちょっと変わってきちゃったので、ちょっと、うん、やっぱジャイヒー使いはちょっと考えなくちゃいけないかなと思います。まあ、今回は、えー、ウォールブレイカーのね、えー、まあその、劣化というか、ちょっと AI が変更されてしまったので、ちょっと若干使いにくくなったという部分の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。